円オーディションがついにファイナルを迎えてデビューメンバーが決定いたしました、はい、お茶会 TV も生でその現場を目撃してまいりましたので、はい、もう語りたいことがたくさんあります。はい、なので今回ちょっと2本に分けていろいろ話していきたいと思います。ぜひぜひ2本とも見ていただけたらと思います。円、はい、オーディション応援してきた方、円チーム応援している方、ぜひぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。と1本目はデビューメンバーやあの最終順位、あとは惜しくもねデビューできなかった練習生についてお話ししていきたいと思います。2本目は実際に観覧で見て感じたことですとか、はい、現場でしかね、わからないこともいろいろあったので、うん、もうできる限り可能な限りお伝えしたいなと思います、はい、まずはもう最終順位、うん、デビューメンバーのことについてですけれども、うん、当たりませんでした。ありがとうございます。ありがとうございます。毎度おなじみ5分の3。そうね、でもねちょっとね、うん、ごめんね、私ね当たった気になってた、うん、なぜなら予想動画上げて、はい、コメントでマキ君とかユーマ君って言ってくれる方がいらっしゃって、うん、はいはい、いらっしゃいました。で、あるな、そうだなって思って、うん、私の中でちょっとね、うん、変えてたの。記憶変えた。そう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 、私ユーマ君とマキ君入れたてみたいになって、そう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 、予想でね、うん、なってんの。あのね、入れてません。いや、もう迷いましたよ、確かにね、うんうん、コメントくださる方もチームだからうちのチーム当たってるっていう解散されました。ファミリーだからね。そう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 、ね、うちいたから、マキ君ユーマ君言ってる子いたか ら, たから当たってる当たってるって視聴者さんが言ってました。そう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 、そういうことはうちのチャンネルが言ってますみたいな。そう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 、そういうもんなんですかね。うん、すごい都合よくなってた。でも一応正確には当たってない。当たる日来るんですかね、私たちね。ねえ、なんかこんな当たらないことあります？でもね、タイプのやつがまたチャンスがあるなら当たりそう、うん、あ、本当ですか、うん、ちょっと分かってきた、うん、あ、でもね、ハイブとハイブじゃまた違うからね、うん、分かんないですよ、うん、番組変わったら。ハイブジャパンとして同じようなのがあったら当たると思う、うん、分かんない。すごい限定的。そうそうそう。そんなチャンスあるのかないのか分からないですけど、限定的。こんだけサバ版見てるのにね、何言ってんだろう。めっちゃ見てるじゃないですか。見てる。1回ぐらい当たってもいいようなもん、うん、やっぱ難しいね。難しいんですよね。最終順位見ていきましょうか、うん、最終の順位順にあの表に出しているんですけれども、うん、各プロデューサーの評価、スペシャルプロデューサーの評価、あとは事前グローバルの投票数、そして最終グローバルの投票数、これはあのポイントがホームページに出ていたかと思うんですが、それぞれのちょっと順位の方も足して表にしてみました、うんうん、だからこれの1位は誰って分かりやすく、そうですね、ちょっとね、うん、はい、で色がついてるところはトップ5にデビュー圏内にランクインしてるものになります。そうね、でまずジョー君からなんですけど、うん、もうジョー君は全部がねデビュー圏内に入っているということで、そうね、うん、まあ1位でしょうという感じですけど、ね、スペシャル PD の評価が1位っていうのは、うん、なんだろう、やっぱスター性みたいな感じたんですかね、うんうん、お家帰って、うん、テレビで見た時に、うん、ビジュアルいいと思ってた。もちろんジョー君はデビューするでしょうと思ってたから、まあね、1位で発表されてびっくりしなかったですけど、うんうん、やっぱり目引くっていうか、うん、オーラっていうかね、ね、なんか顔だけかっこいい子とかね、うんうん、スタイルいい子とかまあ世の中いっぱいいるんでしょうけど、うんうん、なんかこう人を引きつける魅力があるんだなっていう感じがしました、うんうん、生で見てもそう思いました、うんうん、だからやっぱ納得の1位かなっていう感じですけど、うんうん、意外と PD 評価は4位なんですね、うん、そうね、やっぱりさ、はるわくん、まきくん、ゆうまくんがさ、うんうん、30点超えだから、うんうんうん、そこなんじゃないね、そこまでの点数ではなかったんだけれども、うん、やっぱ投票とスペシャル PD の評価と、うんうん、言ったってさ、うん、事前グローバルをさ20ポイントもらえるっていうのはさ大きいよ、大きいですよね、うん、だから私たちの 20% っていうのも大きいよ、やっぱり大きい、大きいですよね、うん、ジョー君 K が抱き上げてましたね、うん、もう大喜び、大喜びでね、うん、ねえ喜んでましたね、やっぱりそうでしょうっていう感じで、ね、そうでしょう、はい、うん、もうなんだろう、弟みたいな感じでね、うん、お父さんなんじゃないかっけ、ね、息子ね、なんか可愛がり方がお父さんじゃない、確かに息子っぽく可愛がってる、喜んでましたね、うん、もうほんとスタイルすごかったですね、うん、で第2位がはるわくん、はるわくんはもう最終グローバルがなんと1位、だってもうはるわ劇場風の演出だったよ、うん、ファイナルすごかったですね、うん、分量がね、はるわくんめちゃくちゃメロディーの、はるわくんの曲っていう感じだったよね、おー、すごかったですね、うん、センターってエンディング予選でもありましたね、そうね、うん、ですごかった、なんかね、うん、最終のパフォーマンスの時にちょっとニコってやるのよ、 あれがねなんか効くんだと思う、ね、素晴らしかったよ、髪切ってさらにビジュアル良くなってましたね、うん、なんかやっぱね、あ、綺麗な顔してるなと思いましたよ、ね、生で見て
強かったね、可愛い顔してましたね、可愛かった、そうでしょうっていう、伸びを強化してたのかな先生たちね、そういう風におっしゃってましたね、だから PD 評価3位、そうだね、ずっと見てきた先生たちの点数が高いっていうのが、それだろう ね、そうですね、あと最終の追い上げと投票のね、言っても10って大きいよ、大きいですよね、で第3位がマキくん、マキくんは会場がどよめきましたね、どよめたね、あの配信でもまあちょっと入ってましたけど、会場のどよめきが、会場にいるともっとどよめき感じましたよね、ってなってたね、うわーっていう、なんかびっくり、なんかざわついてたって感じよ、ざわ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 ってなりましたよね、もう開示並みのざわ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 って書いてましたよね、書いてる書いてる書いてる、書いてあった、びっくりしましたね、すごかったね、すごかった、でも歌声すごかったから、よかった、歌声よかった、歌声すごかった、マキ君、あーこれかと思いましたね、会場でもよかったね、よかったですね、ツヤがあったね、やっぱボーカリスト、だから相馬先生も言ったじゃん、マキと K だったってね、それは分かるなっていう感じはしました、で PD 評価1位でスペシャル PD も2位ってことは、伸びとか知らないじゃないですかスペシャル PD は、そうね、そうね、それでもその場で2位っていうことだからよかったってことですよね、だからもうバッチシ合わせてこれたのがマキくんじゃない、こうファイナルにね、そう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 、間に合わせたって感じですね、そう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 、やっぱ投票はどっちも8位でねえ、厳しかったですから、すごい、ここはもう完全に PD 評価っていうのが大きいというのをよく分かった、すごいですね、でもマキくんファンがね、うちもコメントいっぱいいただきましたから、で見たら背高くなってたし、そうなんです、そうなんですよ、身長ね伸びたらしいですね、あのビハインドで言ってましたけど、だからもっと伸びるでしょうし、そうだね、これでスタイルもついてきたら、語学力もあるし、結構最強ですよね、最強だと思う、ねえ、すごかった、よかった、そして4位ゆうまくん、キャーってなったね、結構ね、あのわってなりましたね、ゆうまくんも、ゆうまファン熱かったね、熱かった、隣の子がゆうまくんのビジュアル見てびっくりしてました、あのビジュアルよかったね、ビジュアルよかった、すごいビジュアル良くないですかってすごい言われた、隣の子に、あとねスタイル良かった、足長かった、あの黒い衣装だから特にね、あそうですね、あの髪型良かったですね、あの髪型いい、似合ってた、あら遊ばせる系いいね、ね、あのウェーブね、ウェービーヘア、スタイリング大正解だなと思いました、ゆうまくんはだから事前グローバルは7位だからデビュー圏外なんですけど、だから最終あのビジュアルで3位を取ってるから、最終3位取って、でさらに PD もスペシャル PD も2位3位だから安定的ですよね、両方から高い評価もらってるから、ね、ステージで映えるとか、そういう評価も大きかったんじゃないねえ、まあでもゆまくんもねあるかもしれないなと、思ってたよ、思ってた思ってた後付け、いやいや思ってましたよ、本当に思ってました、声も良かったね、良かった、ちょっと違うじゃないみんなと、高いですね、ゆまくんね、高い声が出るからいいですね、そして第5位、ふうまくん、お疲れ様でした、本当にふうまくんちょっと大丈夫だったよ、もろもろとしてたよね、なんかもう顔もね白くなってるし、そうなの、痩せてるし、痩せてかっこよかったんですけど、すごいかっこよかった、すっごいかっこよかったんですけど、なんかプレッシャーなのかな、やっぱり本当にちょっとこう血色もないような感じ、なかったなかった、なってもうフラフラなってたから、もう本当入ってよかったねーって思いました、よかったねーっていう感じよね、本当に思いました、PD 評価は6位だけど、スペシャル PD は4位なんですよね、そうそうそう、そうで、あとまあ事前グローバルと最終グローバルの、だからね、投票大きかったよ、投票の力ですよ、だからね、風磨くんはファンダムが熱いんですよ、そうだと思う、ファンの熱がね5位にね押し上げたと思いますよ、そうだね、それも感動的じゃないですか、よかったよかった、ね、どん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 上がってってたのがよかったじゃない、よかったよかった、ま、最終2位になるってすごいじゃんね、すごいですよね、ファンの力ね、そうだよ、であの喜び方とかもね、もうなんかイエーイとかじゃなかったじゃないですか、わかります、わかるわかる、はぁみたいな、だからそれも伝わったと思うしね、最後に見てた方たちもね、ね、あ、そうですね、そう、なんか良かったな、ふうまくんってゆうまくんが言ってましたね、言ってた、ゆうまくんの声ですよね、ゆうまくん言ってた、ゆうまくん選ばれた時にさ、滝がすごい仲いいんだね、めっちゃ早く後ろに来てましたよね、え、滝誰と思って、中の子誰と思ってすごい遠くからキューッめっちゃ早く走ってきて嘘と思って、すごい仲いいんだね。ね、だから仲いい、ね。だからそういうの見たらホッとするし嬉しいよね。ね、あのさよなら一人の時とかね、そうだね、そうだね。まあ6位以降ですけれども、もうこれはみんなもびっくりしたんじゃないでしょうか。もうガクくん絶対張ると思ってたね。いや私たちもジョーくんガクくん、まあ春和くんあたりは、もう絶対と思ってるから、ちょっとね疑わなかったですけどね。思わなかったですね。びっくりしましたね。本人も思ってなかったと思うよ。いやそうでしょうね、びっくりしたと思います。だから投票はね事前グローバルは
3位なんですけど、うん、でもここよね、最終グローバルで6位になっちゃった。ここちょっとさ、うん、最終やっぱりちょっと全然落ちるっていうのは痛いよやっぱりね、うん、うちのチャンネルでもずっと言ってたけど、やっぱりみんなちょっと安心しちゃったのかな、うん、ね、そうね、上位でしたが、でもバックはみんなデビューするってみんな思ってたから、そうなんだからね、その現象あるからね。こうね、結構スペシャル PD は6位だったりとか、うん、ね、PD 評価は5位だったりとか、うん、ちょっとそこもあら思ったより厳しい評価するね、うん、だから最後のステージでさ、やっぱりマキ君、ゆうま君、はるわ君がうわっときたのか、うわっときたんだと思うよ。そうか、うん、だからね、ね、どこで合わせていくかよね、キャラクターとかもね、ガク君本当にね、そうね、で最終なんかはさ、言ったらさ、うん、ガク君の人となりとかっていうのもさ、うん、見てないと分かんないしね。そうですよね、そうそう、キャラクターとか知らないですもんね。そうそうそう、うん、あのスペシャル PD なんて知らないですもん ね、 そうそうなんだ ね、 ね、しょうがない ね、 ね、ちょっとね、これは衝撃でした ね、 ったね、まあ、一番の衝撃かな、うん、でも分かるよ、分かる、うん、この現象起きるよね、やっぱり起きたねっていう、ね、やっぱりオーディション番組ってこれだよなって思いました。うんうんうん、七井ひかるくん、ひかるくん押してました。ひかるくんね、うん、髪切ってね、よかったですね、うん、そうね、みんな髪切ってましたけど、よ、うんうん、かったね、よかったですよね。 そうなん、それで会場に行くの応募の時に誰推しですかみたいなとこがあって、ひかるって書いたのね、ひかるくん、あ、これ私たちひかるワークで当たったのかなって思ったんだけど、うん、あのいろんなペンの方がいたから違ったみたいですね、うん、違ったね、ひかるくん席なのかなと思ったんですけど、うん、どこも先着順じゃないかなっていう思いが ね、 ね、ちょっとその辺はまたちょっと2本目でもね、そうね、いろいろお話しし、ね、その辺の話はねしたいなと思うんですけど、うん、まあ、ひかるくんは事前グローバルは5位ですけど、うん、まあ、あとはちょっとデビュー圏外の点数、うん、結構厳しいですね、か、うん、パート少なかったの、そうね、でもね、見てて生で見てたスタイル良かったよ、よかったスタイル、良かったスタイルよ、誰っていう、うん、正直さ、 K ってパッて見つかるけど、うんうん、スタイルにも3人いたんだよ、そう、ジョー君もいるし、うん、ヒカル君もいるし、うん、ビジュもスタイルいいじゃないですか、そうなんだよ、だからパッと見で見つけきれないんですよ、見つけきれなかったね、そう、みんな何人かスタイルいいから誰誰誰、うん、誰が誰みたいな、うん、それはね、そこにね、ヒカル君がいたのね、ヒカル君、ヒカル君でもよかったですね、なんかすごい人として成長したんだろうなと思って、だからなんかいっぱいこうパンパンってこう声かけたりさ、ね、なんか合図したり、うん、そんな成長した、そんなことできるようになったなと思って、すごいもう青春、コミュニケーション能力が高まったよ、うん、ね、だからもうぐんと成長したんじゃないですか、うんうん、だからいい経験だったんじゃないかなって思ってますけど、ね、うんうん、ヒカルくんもまだまだね、若いし、そうなの、うん、分かんないですよね、分かんない、ジュノーくんが8、ね、怪我になってしまいましたけど、うん、すごかったですね、よかったね、もう生で見たら座ってる時すごい踊ってたよ、すごい踊ってた、上半身すごかったよっていう、あの、ね、もっと映してくれてもいいのに配信思った、と思いました、そのパートの時しか映んないから、ちょっとしか映んないですけど、それ以外のもう群舞のところとかも同じ勢いで座ってるのに上半身同じキレがあったよ、そう、ずっと踊ってましたよね、うん、あのちゃんと世界観も作って、うん、だからね、すごいね、気迫とか思いが伝わってきまし た、すっごい良かったです、ジュノー君良かった、すっごい良かったです、本当にこれは言いたい、うん、本当に良かったから、すごい良かったよね、うん、あのちょっとね、画面で伝わりきれてない気がする、うんうん、すごい良かったんですよ、すごい良かったね、うん、だからやっぱ最終も ね、最終投票ね、うんうんうん、2位まで上がってファンの思いも、うん、で9位颯くん、うん、わ、颯くんもちょっとやっぱ全体的にね、うん、あの厳しい順位だったのかな、キャラクター良かったですけどね、よかったよ、あの最後の挨拶とか良かったじゃないですか、うん、なんかで安定感あるよ、歌も、ね、ダンスも上手だしね、うん、なしんみにならないでね、なんかね、うん、ライン無視しないでねとか言ったりしてね、うん、なんか盛り上げてたしね、と思って、ごめんねって言ってたけど謝んなくていいよって、ね、家族ごめんって言ってましたね、うん、もういいよそんな謝らないで ね、頑張ってたよと思いますけどね、うん、よかったよ、よかったですよね、すごいよかったよ、うん、で9位10位がイェジュンくん、うん、で11位ミニョンくんは、うん、やっぱこの2人はもうちょっとやっぱ若いから、うんうん、なんかね、あの PD のコメントとか見たら、うん、武者修行に行かせたんだなって感じする、ね、なんか今後を見据えて、うん、一応こう経験積むためにとか名前売るために、うん、ハイブの練習生として行ったって感じがするね、うん、なのかなという感じ、なんかこうすごい頑張っててすごいこう伸びたしすごく良かったと思うんだけど、うんうん、どっかちょっと違ったよねこの2人の空気感、ね、なんかね、うんうん、会場でのそうですね PD の感じだもんね、うん、切実さ PD の切実さが、いやいや、まあまあ今後も頑張っていこうみたいなそう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 ノリだ
ったから、そうそうそう、あ、うん、そういうことかなみたいな、うん、なんかここはちょっとなんか安心してるっていうか、まあね、あ、見れるんだなっていうのがよく分かった、うんね、感じでしたよね、うんはい、だからもうちょっとねやっぱり推しがね落ちてしまってね、うん、悲しい思いをしていらっしゃる方も、まあ、私たちもまあ経験ありますね、あのアイランドの時に本当に放心状態になりましたから、島時代から引きずってました、島時代からねやっと今うん、2年経ってねうこういう日が来て、うん、だからでもその2年前はね本当に落ち込みましたし、うん、だからあのガク君のねファンの方とか、うん、ジョン君のファンの方とか、うん、すごい気持ちよくわかるんですけど、うん、でも待ってたらこういう日が来ますからね、そうね、なんか目の奥が強い光があったよ、だから諦めてないし、うんうんね、絶対なんかで見れるから、うん、ね, ね待ち続けて応援し続けていればこういう日が、うん、探し続けてたら、ね、ここにいたってなるから、そう絶対来ますよね、うん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 、だから応援し続けるっていうのが一番ですね、うん、そうだね、はい、もう私たちももちろん15人ね、うん、応援し続けていきますので、うん、1個言いたいのが、はい、デビューメンバーやっぱかっこよかった2曲やったけどやっぱ目引いたね、デビュー組ですよね、うんうん、目立ってた、うん、4人が、そうなの、それは言える、それ言いたかった、それはすごかった、うん、いや、 やっぱそれはね経験値、ね、実力、うん、まあ、デビュー組って感じでしたね、キラキラしてた、キラキラしてた、うん、はい、もうちょっとまたいろいろ言いたいんですけれども、うん、はい、次の動画で、はいはい、パフォーマンスの感想なども話していきたいと思います。 Oh!